3で4ターン目でこれをいいですね。それでいきましょうか。今年8月にオープンしたボードゲーム専門店セブンスダイス。店内には初心者から上級者向きまで200種類以上のボードゲームが並んでいます。不定期で週に 1,2 回ほど営業していて、学生やボードゲーム愛好家、地域の人が来店するなど客層は様々です。店を立ち上げた稲垣海里さん、10年くらい前にボードゲームにハマったといいます。もともと自分趣味でボードゲームをいくつか集めてたんですけど、なかなか自分ではプレイしきれない部分もあるので、せっかくならいろんな人に使ってもらえた方がボードゲームとしても嬉しいですし、お客さんとしてもそれで喜んでもらえるのが一番だなと思って。そんな稲垣さん、普段は島根大学の医学部で、医学生として医学を勉強しています。医学部と聞くと実習やリポートなど多忙なイメージがありますが、普通に社会人として仕事されている方に比べれば全然時間はあるので、学生だからとか医学部だからとか、例えば島根だからとか、そういったことで制限してしまうのはすごいもったいないことなので。起業するにあたって稲垣さんが受講したのはオンラインの起業セミナーです。ウェブで行われている企業のセミナーに参加したりして、知識を身につけて行ったりはしました。そのウェブセミナーに関しては後から動画講義として見れたので、自分の好きなタイミング でなおかつ見直すこともできたので、とても都合が良かったです。こうした企業セミナー、近年参加する人が増えているといいます。新型コロナが出てからですね、今まではずっと対面だけで実施していたんですけれども、オンラインでも参加できるようにハイブリッドで受講可能にしました。オンラインの方へのサポートをなかなかこう十分に対応できることができないケースも昨年度までありましたので。この財団が毎年開いている起業家スクールでは2019年から受講生が毎年増えていて、今年は上限を決めて募集するほどに。また大学生についても増えてきてるんじゃないかなというふうに思っていて、学生の方でも、起業に興味がある方っていうのは一定程度いらっしゃると思っています。オンラインでもそういったことが学べる機会が増えているので、一つの選択肢として、この起業家スクールを選択してもらってるんだろうなというふうに思います。はい。セミナーに参加する人が増えているだけでなく、こちら、起業に対する相談件数も増えているんです。島根産業振興財団によりますと、このように相談件数年々増えていまして、昨年度はですね、2017年度と比べるとおよそ2倍以上となっているんです。起業を考える人、なぜ増えてるんでしょうか。はい、島根産業振興財団の布野さんによりますと、地域に関係なく知りたい情報を入手できるようになったこと、また景気が悪くなり自らの技術を生かして起業したいと思う人が増えたことなどが考えられるとのことでした。このように起業に対する意識が高まる中、稲垣さんの店では起業を身近に感じてもらおうと、経営に対する新しい取り組みを始めました。稲垣さんと一緒に働くこちらの人たち、アルバイトではありません。共同経営という形で経営体験というのは、経験というのはなかったので、いろいろと挑戦、チャレンジという意味も込めて一緒にやっているような状況です。そう、稲垣さんは自らが経営するだけでなく、共同経営者も募集しています。学生が大学内に閉じこもっていて、せっかくの若い人材が、自分から行動できれば学ぶ場が少ないのが問題だなと思っていましたので、それの一助になればいいというか。共同経営では指示されたことだけをやるのではなく、自らがやりたいことに挑戦できます。現在店には3人の共同経営者がいます。そのうちの1人、新庄圭志郎さんはあることに挑戦中です。ボードゲームカフェの運営の一環として飲食店営業もできないかということを模索しております。飲食店の営業を通じてボードゲームに馴染みのないお客さんにも来店してもらい、ゲームでの交流を通して店だけでなく地域の活性化にもつなげようという狙いです。
はい、挑戦することに意義があると思うので、提供できるならすごい喜ばしいことですし、お客さんとしても嬉しいと思うので、ぜひ成功しては欲しいですけど。共同経営により自分には考えつかなかったアイデアが生まれ、それがより良い店作りにつながるといいます。せっかくならいろいろな経験ができた方がいいということで、それの一助になればいいなという思いもあります。失敗を恐れることが若いうちは多いんですけど、失敗を恐れずにチャレンジしたことが将来的にすごく糧となるので、そういう思いがあります。